今日から札幌在住の小笠原美倉さんという立体漫画家という木彫木を彫って、動物とかいろんなものを表現してくれる木彫展示会を始まります。たくさんの皆さんにおいでいただきたいと思います。小笠原美倉さんは北海道警察の、音楽隊でオーボエを吹いておりました。ところが、自分で何かやりたいと思って30代後半の時に、辞めましてヨーロッパを旅しました。そこで木彫りに出会ったそうです。で、美倉さんは自分なりの木彫りを作りたいということで、まず最初に豚から始めたそうです。で、豚を始めて次にゴリラで、動物たちを通して私たち人間の普段の何気ない生活を表現して、そこからこう斜めに見て皮肉を入れたりユニークなセンスを入れたりして私たちをウフフって笑わせてくれます。とっても面白い作品です。子供さんからおじいちゃんおばあちゃんまで皆さんに見ていただきたいなと思って、オホーツクでは初めてなんですけれども開催しました。最初は去年の冬にお願いして、で1月にやろうということで日にちも長かったんですけれども、コロナがひどくなりまして訓練不調にも発生してきたので、寸前で取りやめました。それで半年間ずっと温めて、今回は、コロナ対策を万全にしてたくさんの皆さんに静かに見てもらおうかなと思って実施に至りました。初めての方が少しずつ見に来てくれたんですけど、入った時と見てから帰る時の顔が違うんです。みんな笑顔で帰っていただけました。どんな面白い出会いがあるか楽しみにしててください。皆さん来てくださいね。待ってますよ。あなた輝く街テレビ、ロートテレビ。